GoPro を自転車につけて撮影してみて比較をしてみたいなと思います。写りの差があるのかどうかというのを検証したいと思います。今まではこれで十分だと思ってたんですけど、 AKASO 2K60fps で GoPro はアクティビティ 2.7K60sv とアクティビティっていうのでやってみようと思います。